の何時だっけ、朝は7時からやってた。ちょっと待って待って待って、7時から7時、これでいこうかな。なんか前のなんか基本のスケジュールみたいな感じでやってたやつ、7時から朝、明日の朝7時から7時半で1回目が、次が12時15分から12時45分あってね、で次は17時から17時半、18時半から18時45分、20時から20時半、21時半から21時45分、23時20分から23時50分。どう？いや大丈夫だよね、だってこれ自体のやつはいつもこれで合ってるから多分大丈夫だし、これでやろうかな。朝1回目の配信は7時からね、1回目、次は明日は7時から朝からこれでやろう、いつものスケジュール。またここに貼るね、今日みたいな感じで見えるよね、ちっちゃい、ちょもうちょっと大きめに書くわ、明日ここに貼っときます。明日なんで昼配信12時からじゃなくて12時15分開始なんだっけ、ちょ忘れちゃった、なんでかな、でもなんかなんでかわかんないけど12時15分から12時45分なんだよね。なんかめっちゃ前にやった時に、なんでかわかんない、忘れちゃった、でも なんだっけな、忘れた。でもそのでもこの時間の方が 見れる人が多いってことなのかな、忘れちゃったわかんない、なんでかわかんないけど、なんか前めっちゃ前に決めた、めっちゃ前に、なんかね、これめっちゃ前、いつだっけな、結構前のショールームイベントでやってた時のずっとつかみ回してるんだけどこれができる日はこれでやってるんだけど、なんかわかんない、決める時に12時15分なんでかわかんないけど、この12時ぴったりから始めないのはわかんない、15分くらした方がこの時間帯の方がやる人が多かったのかわかんないけど、2時ぴったりに休憩入って見に来る人よりは15分くらい、休憩入って見に来る人よりは15分くらい撮った方が人多いだろうね、そういうことらしいもうどうやって決めたかも忘れちゃったな、ずっと前、結構前、いつだっけな、忘れちゃったけど結構前の時に、いつだったか忘れちゃった、いつだっけ、でも結構前のやつ、去年とかか、全然覚えてない、そうだから12時15分にしてる、したらこれだね、いつも通り。あとで画像作っとく、これがこの配信が終わったら、また作って755ツイッターインスタのストーリー載せてきますね、後で。今日はちょっと時間なくて全部1時間の配信にしちゃったけど、下はもう刻んで30分、30分と15分の話にします。3時間しかできないからね1日、でも何時間もできる方が大変かそっちの方が見る方もする方も大変だよね、
ペしたい。エペ、あ、確かにエペもしたいな。スプラトゥーン、どっちもしたい。スプラトゥーンもエペもしたい。最近してない全然。めっちゃ怖い写真付きだ。ちょっと今日はメイクしてないから、なんか違う日のじゃあ写真なんか載せとくわ。でもツイッターかな、ツイッターに載せとくわ。スプラすごい売れ行きるしね。あのなんか見た、なんかそういう記事。ゲーム配信、ゲーム配信はしない、イベント期間中はしないです。そう、30分とかの配信でゲームをなんかやっても1回ぐらいしかできない。スプラトゥーンだったら何回かできるか。エペは1回だね、1回しか回せない。ちょっと危険だわ、2回するのは。1回ぐらいしかできないからしない。スプラトゥーンわかんない、どんだけできるかわかんないけど、やらない。そういうイベント期間中じゃない時にするね。メイク配信、メイク配信、30分だけじゃできない。メイク配信ちょっと苦手だ。激辛配信、なんかね、辛いの食べたいからさ、あればなんかいい感じの辛いのがあれば買ってくる。辛いのはね、ほんと最近食べたくって、めっちゃ食べたくってね、ずっと買うかもって言って買ってなかったから、ちょうどいいから買ってくるわ。食べたいし。前にメイク配信1回だけしたことあるね。メイク配信1からじゃないけど、あの時はもうほぼほぼ完成してる状態だったけどね。あとちょっとぐらいの段階だったけど、そこまでやっといて配信でメイク配信するって言ってたから、ちょっとだけするって言ってたから、ちょっとだけした記憶があるわ。一回しかやってない、その時しかやってないや。チョコボール、チョコボール、わかんないな、それか。うん、買えそうだったらね。寝るとか何も買うか、何やるもことあんま中本白まし、ずしるなし、これなんていうの、なんちゃラーメン、辛そうそれ。汁なしのなんかそういうやつってさ、辛い系のやつって普通のやつより、普通のラーメンとかで辛いやつより辛そうイメージだけど。あんま食べたことない汁なしのやつ。ブルタックポッコミョンぐらい、焼きそば以外だと。結構辛い、これめっちゃ辛そうだもん。これそういうのもあるんだね、冷凍庫の。全然見ない、こう分かんない、知らなかった。コンビニの冷凍庫のそんな見ない、そういう冷凍食品のコーナー見ないから。でもカップ麺取りたいね、もうこだめ。セブンにしか売ってないんだよな。でもコンビニ行った時だね。
おみとさん、竹取クマタワー、ありがとうございます。ありがとう。次こそあれだね、クマの付箋でオレンジ使おう。あ、風とおみとさん、クマタワーもありがとうございます。ありがとう。これと付箋の吹き出し、黄色か、黄色の吹き出しとオレンジのクマ。あ、茶色いクマの方もありがとう。風とみとさん、茶色いクマも、茶色いクマのタワーかもう、ありがとうございます。ありがとうね。またクマだ。でも次ピンク、ピンクにしよう。ピンクランダムに、ありがとう。クマはピンクのペンで、気にオレンジ。9月15、完全と海と竹取熊と熊と熊とは何がどう、なぜとみとさん、くまーたば、しょんよとみと、で、もう一枚。どうしたの？あとは何か、どう？できた。どれか。ちょうど出てる。これみんなの画面も出てるのかな。どうやって思った、ちょっと待って。風とみとさん、竹取クマタワーと、クマタワーと、あともう一個クマタワー、ありがとうございます。3つありがとう、たくさんありがとうございます。ありがとう。あら、この順番だね。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、
じゃった。あ、でこれピンクで書いてる、忘れてた。やっぱ間違えちゃった。水色で書いてたのにずっと吹き出しの方。今思い出した、気のせいか、浮いてるな、ピンクで描いちゃったそのまま。あ、ブリューハイブランド忘れてる。クマ。ちょっと溺れる。わあ。あと1枚貼れるか、マジで相性が悪すぎるこの壁が。あと1枚いけるよね。ところ浮いてきてる、早いよ。早い。オッケー。ちょうど10個。あ、こ、ん？あ、ここまでやったら確かにいい感じ。ありがとうございます。たくさん初日からありがとう。画面の明るさ上げてない、画面じゃない、ライトの明るさ、ウソウソされてる。まだ初日、そう、まだ初日だからね。初日、あと6日あるよ。あと6日、7日だからね。あ、まだまだ全然あるから。2位内には入りつつも、1位好きになれるんだ、なりたいかね。2位内は目標だけど、なので、あと6日は短く感じる作家。確かに前回のイベントめっちゃ長かったからね、2週間半あったから、半月ぐらい。確かに短く感じるね、ちょっとわかるわそれ。ね、前回なんかさ、前回のさ、この長いショルームイベントするまではさ、1週間のイベントが終わったらさ、1週間終わったって感じだったけどさ、なんかもうね、確かにすぐありそう、わかる。長いのが1回あったからさ、短く感じそう逆に。今回ね、前回のが本当長かったからね。あれはね、長かった。いつも大体1週間ぐらい。
週間休憩してからね、2週間ね、ほんとなかったね、あれイベント初めてだわ、あんな長いイベント。そんなに出たことあるわけじゃないんだけど、ショロムイベント2週間ちょいくらいあるイベント初めて出た、初めて、うん、あんな長いのであんまないよね、そもそも長いイベント。最近あるイベントは1週間とかばっかだったから。そうそう、今回のイベントの思い出語ってほしい。今日始まったばっかりだよ嘘っぺらい内容しか話せないわ、頑張ってもぐらいが適度なのが適度でも1週間が一番ちょうどいいんじゃないなんだかんだ1週間1週間のイベントがやっぱり一番ちょうどいいんじゃないかなこうする側も見る側も1週間ぐらいが長いとね大変だから。長い1週間も長いか難しいね今日たくさん配信してて偉いな、まるでイベント中みたいなイベント中なんだよなイベント中なんだよなもう今日からイベント始まったんだけど今日からね1週間あるから。クリスだと夜ちゃんが朝方人間になっちゃう。朝方でもこの時間やってる時点でも朝方じゃないけど朝早くて夜遅くまでやってる人ちょっとやばい人になっちゃう、寝る時間バグってる人朝も夜もつい、いや朝は弱いよ、朝は弱いけど、うん、起きてしまえば朝そんな強くはない、朝強くない全然。さあそうだね起きなくていいんだったら朝起きてないもん、起きなくてもいい日だったら起きないね朝。だから朝弱、あ間違えた、強くはない、弱い。時間そこにあるさ、そうだから こっち側はこうこのタワーの投げてくださった方の名前書いていってるから。ちょうどここちょうどいい場所があった、ここに。これねポチャックのマスキングテープだったんだよね。ちょっとテープで貼るのは怖かったから、この素材的に怖いじゃん、剥がれたらこの塗装が剥がれたら怖いから、マスキングテープ、ポチャックのマスキング、なんかマスキングテープの方がこういいかなと思って、剥がれにくいかなと思って、ポチャッコ可愛いんだけど見えないね反射しまくってる、あ見える、ポチャッコのマスキングテープ
っち前に買った。うん。違ってた、ダニュー線で、あ、ごめんごめん、ダニュー線で壁に耐えてるテープだったらよかった。あ、こっち側にってこと？いやね、こうこの付箋はね、イベント終わるまでずっと貼るから、ずっと長時間貼るのが怖くてやめといた、こっちに貼るのやったという付箋で弱いけど、粘着力弱いけど、長時間貼っとくのが怖くてあんま良くない気がして、この素材的にね、扉のこうタムテープだったらさ、1日で剥がすからさ、大体次の日も同じタムテープとかだったら剥がさないけど、1週間はずっとつけてないから、だからそう、こっちにしたんだよね。丸亀製麺、丸亀製麺行ったことないかもしれない、多分行ったことない。丸亀製麺行ってみたい。なんか前行きたいっていう話をして結局行ってないな、そっから。多分行ったことない。なんか 誰とかな、家族とね、誰かと、お父さんかな、妹かな、忘れちゃった。丸亀製麺今度行きたいってお話をして、そっから行ってない行ってないんだよな、行きたいって。なんか言った記憶ある、めっちゃ前に、去年ぐらいに多分行ったことない気がする。他のうどん屋さん行ったことあるけど、花丸うどんと、丸亀製麺、あ、なんか線落とした。丸亀製麺あったかな、ない気がする。ナルトうどん、ナルトうどんあるよ。ナルトうどんはいつもね、行ったらね、ごぼ天わかめうどんかカレーうどん、どっちか食べてる。家族で行くことが多くて、ナルトうどん行くときはお母さんがいつもごぼ天わかめうどん食べるのね。で他のみんなでカレーうどん頼む、トリプルとか頼むあのごぼ天わかめうどんダブルとかトリプルとかにしてみんなで分けて食べるんだよねそれとあとうどんも一個ぐらい頼むかな。あのダブル、どれがダブルだよ、どれがトリプルだよみたいな。ダブルかダブル忘れちゃった、トリプル頼むっけな、ダブルだっけな、どっちも忘れた。でもいつもそんな頼み方、うどん2つか3つ頼んでして食べるいつも。花丸うどん、花丸うどんあるね多分。でもそんな何回もない、数回しかない。え、多分ないよ。あ、なんだっけ、さっき言ってたの、丸亀製麺行きたいって言った記憶があるから、行ってみたいって言った記憶があるから多分ない。目に見てみたら分かるかな、行ったことあるか。全然分かんない、目に見ても。でもうどん好きなんだよね。麺類どれも好き、ラーメンも好きだし、パスタも好きだし、うどんもちゃん好きだし、そばとかも好き、麺類全部好き ない気がするな。あれはみせんね、いつもどんな頼むかな、おうどん屋さん行ったら。それ以外、あ、ナルトうどんだったら、いや、ナルトうどん以外だったらだったらじゃないわ、
明太釜玉丼とか美味しそう。あ、でもぶっかけうどんとか好き。好きだな、そういうの。あ、かけうどん見てもらった。おひなこ、奥原ひなこちゃん。ひなこね、いつもね、こういううどん屋さん行ったらさ、いろんなの売ってあるじゃん。こういうさ、なんかぶっかけうどんとかさ、ちょっと変わったやつとかさ、なんかきつねが乗ってるやつとかさ、釜玉うどんとかいろんなのあるじゃん。ひなこ絶対にかけうどんなんだよねいつも何があっても迷わないもんうん、一択。びっくりするいや、お前、私何しようかなみたいな感じでいつも聞いてるんだけど、早いよひなこ一択だからな かけうどん、いつもかけうどん食べてる。うどん屋さん行った時、かけうどんしか頼まないんだよねって言ってるの聞いたことあるわそう、迷いないよ。いつもかけうどん食べてる。今もか分かんないけど、最近行かないから。前行ってた時言ってた。美味しいよねうどん。麺類はどれも美味しい。ツルトンタンはね、行ったことない。ツルトンタン聞いたことあるけど行ったことはないや私。うん、ちょっとくまちゃん、博多バリカタマンさん、くまたまありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。次、吹き出し。オレンジ、オレンジだね。オレンジ少ないな。水色が一番多いのか。はいよ。よし。で、水色。落とさないと。博多マリカタマンさん、くまたわありがとうございます。ありがとう、見てるか、ありがとうございます。ありがとうちょっとさ、天気がね、そう、暗くしないと飛んじゃうんだよね、光で。テープどこ行った。あ、こうか。さっき置いてた、自分で。よし、しそう。落ちそう、全然くっついてない。
食だし、もう3食だよ。3食熊の付箋も3食、どっちも3食。とりあえず大丈夫だよね。落ちそうなのないね。オッケー、ありがとうございます。さっきさテレビ見てたらさ、ジュナイディスナンス放送しててさ、それで思い出したんだけどさ、私見忘れたわ前回の話てか今日が木曜なの知らなかった。今日まだ水曜ぐらいだと思ってた。一日勘違いしてた。やっててびっくりした。あ、見てないと思ってなので急いで10話、今日11話やってて10話のあらすじ読んできたドラマのホームページで10話のあらすじ読んでいいやと思って1話ぐらいだったら大丈夫。あらすじ読んじゃえば、まだね、あらすじ読んで理解できたよ今回のやつはちゃんと言うわ。あれも見てない、明日放送あるやつ、石子と羽を見なきゃ。でも明日の同じ時間ぐらい、10時ぐらいかな、9時だっけ、9時かな、9時か10時だよね始まるの。9時、どっちだっけ忘れちゃった。それまでに見ればいいから、夕方メイクしながら見ようかな。なんでギリギリまで見る、わかんない、なんでだろうね。ギリギリなんじゃないと見える気にならないいつもいや見たいと思ってるよ、全然あれなんだけど、楽しみではあるんだけど、ドラマなんだろうね、まだ時間あるからいいやってなっちゃういつも。ギリギリ、あと忘れてる単純に。そうなんだよな、だから録画すると余計にダメなんだよね、見ない、録画するだけみたいな。見ずに消すことはないんだけど、その夜が溜まってしまってもう録画できないっていう状況で、なんか何か消さなきゃってなった時に見て消すって感じ録画せずにリアルタイム、リアルタイムはね見ないんだよな全然最近の台本はリアルタイムで一個見てない。前も見てたよ結構、何時だみたいな、ドラマ始まるって見てたんだけど本当に見なくなっちゃった。そういうさ見逃しのやつがあるから、別に今じゃなくても好きな時間に見れるしと思っててか放送時間ちゃんと把握してない、何曜日にあるっていうのは分かってるけど。そう、 TVer で見てる。1週間で見れなくなるじゃん、だから1週間のうちに見ないといけないじゃんじゃないと見ないから。そう、1回さこう見逃し配信とかでさ慣れちゃうっていうか、それで見てるとさリアルタイムで本当見なくなっちゃうんだよな。見てない全然。そうね、だからなんとなくテレビつけてなんか好きなのやってて、あ今これやってるじゃんっていつも見る感じ。バラエティ番組とか好きなやつやってるじゃんみたいな感じであ何時だこれ見ようって感じで買えない。そうたまたまつけて今やってるじゃんみたいな。いつもそんな感じ。
好きなアニメは最近見てるのだったら進撃の巨人最近見てる。同時にいろんなの見れないんだよねアニメ。そのさ最新話まで全部見ててだったらいいんだけど、こう最初ね途中でみたいな、全部同時進行で見れないから一個のやつしかずっと一個のやつをずっと続けてみたいよね最新話行くまで。で今はその進撃の巨人をずっと見てる。進撃なんだ、進撃今どこら辺でもね、そんな毎日見てるわけじゃないの、時々見てるぐらいで、4期の何話かで内容どんな感じだったかなあって思い出せそうで、あ、なんかあの壁だっけ、壁の外のさ、なんていうのあれ、壁の外の人たちのお話大雑把すぎる。みたいなところ。ライナーかな、ライナーがめっちゃ大人になっててびっくりした。4期始まってなんか急に年数経っててあれそんなに経ったのねみたいな、年数がってなってた。マールだっけ、あ、そう、それだ、それそのなんか進撃見始めたのに推しいないとか言ってた。進撃はねアニメしか見てない。でも推しはいない、進撃の巨人。なんか推しっていう感じじゃない。なんかどれもなんだろう、進撃の巨人はいないな、いないよ特に。はい、ヒストリアが可愛いいや、怖いから。でも推しっていう推しはいないや。他のアニメとかは、ね、いたりするけど、進撃の巨人はそういう感じじゃないな。なんかちょっと違う、そういう推しっていう感じにならないわ。どの巨人がむずどの巨人難しくない、いる？どんな巨人が？むずいよ。リヴァイ長かっこいい、確かにかっこいいけど、推しではない、別に推しいないもんだって。進撃の巨人。推しいないな、確かに人気だよねリヴァイ長。エレンとかミカサ。人気だけどいないんだよな進撃の巨人は。特に面白いよ、めっちゃ面白いし、アニメ面白いんだけど、虫はいないや。ハンジさんが好き。ハンジさん変わってるよね、面白い。ハンジさんね、面白いよ。あ、そう、進撃の巨人、あのね、あ、ユニバ行った時に、今年行ったんだけど、ユニバに。そう、あの進撃の巨人のアトラクション乗ってさ、めちゃくちゃすごかった。今年って、いや、見始めてよかったなって思った進撃の巨人。いや、全然知らない状態で乗るより絶対ちょっと知ってる状態で乗った方が面白いじゃん、あれ、ああいうなんかアニメのやつとかだったら。
めっちゃ前にさ、ユニも行った時もあるんだけど、家族旅行で 3年4年ぐらい前に、その時はエヴァンゲリオンのやつやってて、なんか VR のジェットコースターみたいなやつ、それが今、あ、今じゃないわ、前行った時は進撃の巨人になってたんだけど、そうエヴァンゲリオンはね、私本当に見たことがなくて分かんなかったんだけど、でも楽しかったのは楽しいけど、絶対なんかそのキャラクターの名前とかさ、こうストーリーとかちょっと知ってる方が面白い、あれは。進撃の巨人はね面白かったよ、あれすごかった。等身大、等身大なんかもうめっちゃ、だから巨人とかめっちゃでかいのが出てきて、それをなんかこう避けてた、避けてた、そう避けて回ってたわ面白かった、でもすごかった。そう、そのリヴァイ兵長出てきたんだけど、かっこよかったね、それは確かに。そう、すごかった、あの進撃の巨人のアトラクション、今変わってるのかな、わかんない、あれなんか結構定期的に変わってるよね、今は何してるかわかんないけど。なんかさ、そのさ、そこのなんていうの、スタッフさん、なんていうの、なんていうのかな、ああいうさアトラクションのさ、スタッフさん、そのなんていうの、来る、なんていうのやっぱその人たちもさ、そこのエリアの人たちはその進撃の巨人のさ、あの兵隊が着てるさ服あるじゃん、あ、キャストさん、そう、キャストさん、それそう、あのその衣装着ててすごかった。いや楽しそうだけどさ、そういうキャストさんのお仕事とか絶対大変だよね、外だし夏場とかもう冬も大変か、言ったら冬も夏も大変そう。冬絶対寒いよね、あの服、夏も夏暑いだろうし大変だね友達がディズニーで船漕いでた、何それなんかすごいな、かっこいいな、友達がディズニーで船漕いでるってダイナソー、ダイナソー乗ったよ、初めて乗った、ユニバには何回、3回ぐらい行ったことがあるんだけど初めて乗った。なんかめっちゃ怖いと思ってたんだけどさ、あの感じ意外と怖くないね、あれなんだろう、こう見た感じめっちゃ怖そうだ、めっちゃ怖そうなんだけど、なんだろう、あんま浮遊感がないかも、その普通にさ座って乗るジェットコースターより、そこまで浮遊感なくって、そんな怖くないけどめっちゃ楽しかったそう、初めての、意外とね乗ってみたら大丈夫だった、めっちゃ怖かったんだけど乗るまで、でもこれほんと怖くないからって言われてて、いやでもどう見ても怖そうにしか見えないじゃん乗り物ジェットコースター好きなんだけど、あのタイプのやつは乗ったことがなくって、その普通のジェットコースターしかなくって乗ったことが、そう、あのタイプ乗ったことなくってさ怖かったんだけど、乗ってみたらそう意外とそこまで怖くなかった、確かに。ジェットコースター、ジェットコースター大丈夫だよね、好きだね、私好きな方、全然苦手じゃない。でもね、なんか初めて乗るのは怖いよ、もちろん初めて乗るジェットコースターはどれも怖いけど、乗ってみたら意外と楽しいで何回も乗っちゃう感じ初めて乗るのは怖い
見た目怖そうなやつとか特にね。富士急いつか行ってみたいんだよね、ジェットコースター。バタービールはその時は飲んでない。そのなんか3、4年前ぐらいに行った時に飲んだバタービール甘かった。ゆかちゃんが叫んでジェットコースターどこなの叫んで。え、ジェットコースターって普通さ、え、キャーってなるもんじゃないの？逆になんなかったら怖くない？感情ないじゃん。どれもなるよんって。叫ぶってほどじゃないけどね。あれ、ひなこは持ってるからな、あの人は。すぐもろから。叫ぶってよりわーってなってる感じ。笑ってるみたいな。なんか思ってるから信じない方がいいよあれは。フリーホールはちょっと苦手だ。フリーホール、タワーホテルは大丈夫。なんかさ、ちょっとずつ落ちるみたいな。もう一気に落ちるんじゃなくて、タワーホテルはあれじゃん、なんかちょっと落ちて上がってちょっと落ちてじゃん、じゃなくって一気に落ちるやつ。外とかにあるさ、あ、なんだっけ、あのタワーホテル室内なんていう、ああいうのじゃなくってさ、こうもう分かる、普通の遊園地とかにあるやつ、なんかもうめっちゃ高くまで上がって一気に落ちるやつ、あれちょっと怖い。乗ったことはあるんだけど、今まで3回ぐらい頂上行った時に本当に後悔する。うわってなる。そう、バンジーしたことないんだよね。でも絶対怖いよな。そう、3回ぐらい乗ったことがあるんだけど、めっちゃちっちゃい時、小学生か中学生ぐらいの時に家族で遊園地行った時に、ジェットコースター乗る人が私とお父さんしかいなくて、ずっとお父さんを連れ回してね、ジェットコースター乗ってたんだけど、大分のそういう遊園地に行った時に、あのフリーホールがあってね、でこのフリーホール乗らないと、なお父さんがどうしても乗りたかったらしくて、乗らないと「もう帰るよ」って言われて、今日本当に乗りたくなかったんだけど、もう絶対怖いじゃんって感じのやつで、本当に乗りたくなかったんだけど、乗らないと帰るって言われて乗ったのね。そう、でもなんかその時は楽しくって、なんか続けてもう一回乗ったんだけど、でもそれからずっと乗ってなくって、いつかな、1、2年前ぐらいに友達と遊園地行った時があって、そこ同じところにね、そう、一緒にバレエしてた子と行ったんだけど、そう、なんかその子がそのフリーホール乗ってみたいみたいな、から他のアトラクション乗りたいって、え、これ本当に怖いよって言っても、その乗りたいって言ってて、その子はジェットコースターとか好きな感じの子で、ジェットコースターでいいけど、これはね本当になんかジェットコースターとは違う怖さだよって言ったんだけど、乗りたいって言ってて、で私も乗ったんだけど、結局その頂上に行った瞬間に、あ、これダメなやつだわって言って、隣で後悔してた、乗ったの。いや言ったじゃんって。上に行く時に、え、これ結構高くないっていう。って言ってた、これやばいわみたいな言ってた。そう、ニュートンってアトラクションなの、木島っていうジェットコースターじゃない、遊園地があって、ニュートンっていうアトラクションなんだけど、普通に高いんだよな、
よくあるやつ、よくあるフリーホール。何メートルぐらいあるんだろう、調べてみよう。ニュートン、キジマ、40メートルもあるの。40メートルあるし、これね怖い、本当に怖い、これあ、52分、やばい、ランキング読まなきゃ。そう、ジェットコースターは好きなんだけど、フリーホールはちょっと苦手13位からランキング読みます。13位、バトニーさんありがとうございます。12位、リューポンさんありがとうございます。11位、七赤さんありがとうございます。10位、ゲローさんありがとうございます。9位ラスカールさんありがとうございます。8位、ごめん先生さんありがとうございます。7位、すべての出会いに感謝さんありがとうございます。6位、としのりさんありがとうございます。5位、とわさんありがとうございます。4位、ケンジアットマーク、彼女はパンクさんありがとうございます。3位、にゃーこさんありがとうございます。2位、博多バリカタマンさんありがとうございます。そして1位が風と海とさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。以上、じゃあ切れるまでだね、これは多分あと2分ぐらいで切れる多分明日の配信は朝7時からですね。朝7時から7時半、1枠目はそれですね。また載せるので、755ツイッターインスタのストーリーとかに載せるので、それ見てください。朝は7時からです。ただ捨て星6時15分かな。ちょっと朝早いんですけど、明日からもよろしくお願いします。スケジュール決まった、あのいつも通りな感じだね。7時から7時半、12時15分か12時45分みたいな、ああいう感じのやつ夕方は17時からみたいな。またあの画像作るので、あと30秒くらいで切れるかな。初日にスタートありがとうございました。明日からもキープで頑張りましょう、お願いします。ロスタイムあるかな、今日、今日は少なさそうだけど。じゃあそろそろ時間なので、じゃあありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。おやすみなさい、バイバーイ、また明日、おやすみ、バイバーイ、おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみ。長い。終わんない。これ長いやつだ。おやすみ。バイバイ。切れないね。